いやそしてね、またねこのシールドを開ける癖がある、なんか、なんか大自然の空気を吸いたいみたいな。わ、やっばこれ、こっちはこっちでやっば。あ、ちょっとここ止まろう。あ、でもここ止まってもな、どうしようもないもんな、見えんけんね。あれね、こういうとこでさ止まってさパタってこけて、やっぱ止まらんときよかったやってなるもんね。いやーもうね、今日一日晴れると思ったっちゃけどな、曇ってきたね。やっとさいい季節にやってきたって思ったらさ、また台風ですよ。もうね、いやでも次またちょっと近いうちに来たいけど、次来るときはあれやね、ちょっと上着考えんと、これは寒い。お、やっぱめっちゃ気持ちいい、行きそう、行きそう、行きそう、やっぱ、あ、なんかお風呂の匂いがしてきたけ、ますます行き、あ、めっちゃ今日煙出ようやん。わ、寒っ、マジで寒っ、あんまないよこれ。まあね、行ってもね、加工しかないっちゃんね。俺は左に行くよ。まあね、一周さ、向こうにさ、回れればね、いいっちゃろうけど、行き止まりっちゃんね。あっち。え？もう結構曇り？結構曇りよね。うわ、ちょっと待って、これは半端ないよマジで。スースースって聞いたことあります？自分はほとんど使うところじゃないんですよ。それでね、寒い時にスースースってス3回スースースで、このス3回っちゃけど微妙に意味がそれぞれあって、スースースゲンチャリのおっちゃんにもちょっとややしてみたけど、おっちゃん普通やったね。スー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 するっていうのは、そう、スースーするってことね。わあ、風がスースー吹く、スースー吹くとか言います？その多分流れと思っちゃうけど、スースース、あ、国際線にですね。ああ、お、一切触れずに、一切触れずに通り過ぎるとこやったよ。スースース、スースースース。今日海見えんね。スースース、スースー、お、えらい今日煙でよいやん。めっちゃ、え？これあれ？え？噴火の煙？違うよね。
いやいいね、めっちゃおじちゃんもやえしてくれるけどね。阿蘇は本当にやえ率高い。スースース、あれ？あれって雲？いや今日意外と多いね。みんなやっぱ台風来おるけん早めに行っとこうって感じやろうね。冬場とかさ、なんかちょっとこのバイクってオーバークール気味っちゃうね。50度ぐらいまでしか上がらんもんね。ケツケツケツが痛い。なんかね、なんかもうみんな冬の格好じゃね。今の人とかもこれで来たのが間違えたかもしれん。でもう一枚のやつ暑いもんな多分。あんまり喋りすぎるとちょっと後で困るパターンやねこれ。もうなんかヌルヌルする。もうタイヤがもうダメかもしれん。左？やだ、ちょっとまっすぐ行きたい。あ、行けるようになっとる。前止まっとったけんね。あ、曇ってきた。ちょっと寒い。いやーいいねー。なかなかちゃんと木で作ってあるし。何でしたっけ、余熱か米つか、草すきしたら楽しそうなとこですよね。フル装備じゃないと無理やろうけど。うわーいいわーでもなんか霞んどるね。この辺ね、あの車が本当に通ってない時って風の音しかせんちゃうね。あの生活音ゼロ、雑音ゼロみたいな。いいよね。なんかさ、なんかめっちゃ曇ってきた。編集が相当大変になりそうな予感がしてきたよ。多分これさ、今日さね、いつもね、いつもメモリーカードだいたい2枚ぐらい取り寄れちゃうね。64ギガのメモリーカード2枚やけんが、まあだいたい8時間もないけど、あーかわいい。8時間もないとは思うけど、まあそれでも6時間は取り寄れやろね。やけんねえ、あれ今日こっち少ないな人。64度よ64度。やっぱ64度やばいっしょ。でしてくれる人珍しいよね。いやコスモスが咲いとるけど折れとる。これもこの前の台風のせいですかね。このルートも行っちゃうね。
か神秘的というかこの赤い鳥居とかあってね、竹とかあってね、竹林あってね、雰囲気あるっしょ。なんかこうゆっくり流せる道、多分この道は。本当に今日バイク多い。これもう土日とかやったらもう確実に自分のペースで走れんやろね。そう、 GoPro Hero 7を導入してとりあえずまだ1回しか使ってないけん分からんけど、タイムワープビデオ、あれはやっぱ想像以上に長く撮らんといかんね。短い映像にしかならん。あとやっぱ色がさ、色綺麗よね。もうびっくりしたもん。あ、こんなに違うかみたいな。2つ並べてみてよ、2つ並べてこんな違うみたいな。あれはちょっとびっくりした。でね、まあやっぱ技術に関してはやっぱほら日進月歩で進んでいくけん、やっぱ新しいやつの方が綺麗で、もう一つ二つ三つかなんか知らんけど、あ、ここはねっていうところを言わせてもらうと、まずでかい。やっぱテブレードがいろんな機能が入っとるけんとは思うけど、重いね。ヒーロー3から比べると確実に重いね。ここね、天皇陛下お立ち見どころがあるっちゃんね。どこもね結構綺麗やけど、今日はえらい霞んどるね。あれね、うわやっぼあ、やっぱねヘルメットにつけた時に重い。こうほらどんどん下向いていく。あ、すいません、重いね。やっぱネイキッドフレーム7では、な、多分6も5もそうやけど、ネイキッドフレームっていう言い方はせんみたいっすけど、まあ、えらいなんか取り外しにくい。ヒーロー1,2,3,4 はこういうガチャッみたいな爪の方式やったけんが、爪を上げればさガバッて開いてスッと取り外しができよったけど、表面がマット処理みたいな感じになっとるけんっていうのもあるかもしれんじゃけど、滑りがねえらい、クリアランスもね結構ガツガツで作ってあって、それが一つは取り外しにくい原因だから、もうなんかシックハックしながら取り外さないかんて。まあバッテリーは1時間多分20分ぐらい持つとかな。ヒーロー3プラスから買い替えたらそんなもんですよ。外しにくいとか重いとか使い勝手の問題。あとね、あ、そうそう、あとねやっぱねマイクアダプター邪魔。クイックキャプチャーもねクイックでスタートしてね自動で電源切れるけどね、ヒーロー3プラスの時は電源入れらは自動的に録画開始するような項目はあったけど、うん、その先はなかったもんね。そのクイックキャプチャー的な撮り終わったら電源を自動的に落とすとかってあったんかいな。アップデートしたらあったんかもしれんね。やっぱ、やばいよね。色がもう秋の色やね、これは。ハハ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 ハ